60周年の洋服の大山、レディースに本気です。いやー、これは安心感ありますね。この先、踏切です。まず栗おこわですね、はい、もち米と、そしてこの里の山で取った栗、あ、いいね。10月初旬、三浦さんが向かった先には、栗。里でたくさん拾った栗を使って栗おこわを作ります。まずは里のもち米、最初に水を吸わせるのが大事だそう で例えばうるち米、パクってするんですけど、もち米は